相棒は連れてくれてたよな。田中なのか。そうなんだ。あった。なんていうことだ。盟友の裏切り。なんということだ。ダークネスまでも本体を裏切りました。悪の道へ。まあダークネス裏切られると思いませんでした。まあ裏切ったからには本体としてあいつを徹底的に叩き潰してやりたいと思います。はい、以上です。プロキングの歴史には裏切りの歴史ばかり。もう一度どん底に突き落としてやるよ。とんでもないことが起きています。次回大会ダークネスがフロアタに出る挑戦だ。ダークネスが挑戦です。以上。裏切り者がたとえ盟友であっても仲間を、そしてプロキングを捨てたお前を許さない。メインイベント、プロキング無差別級選手権試合、モンスターハザード VS 本体。挑戦者ゴールデンダークネス VS 第4代王者ブルー尾形。さあ始まります。プロキング今後の運命がかかった大事な試合です。そして入場してくる挑戦者、本体を裏切り悪の道を選んだダークネス、そしてずっと一緒に戦ってきた盟友ブルー尾形も捨てました。さあどうなるこの試合。新入場曲とともに入場してきます。ゴールデンダークネス挑戦者ゴールデンダークネス。お気味ですね。さあこちらプロキングのエースとなりました太陽ブリュー尾形です。プロキングの未来に明るい光を灯してくれるはずです。盟友に連勝しています。ダークネスからブルーは連勝しています。さあどうなるこの試合。ブルー尾形、ブルー尾形始まります。さあゴング鳴った。運命の試合です。ブルー尾形 VS ゴールデンダークネス。さあプロキングの11回目にしてようやくメインで実現しました。おっと片手で捕まえていきます。さあトラックでぶっ倒していきます。ブルーさん同牛心ドロップ。さあ明るいチャンピオンが詰めていきます。さあブルーさんという声に感化されていくか。さあショルダータックル
体格はまあ似てますからね。おっと、ショルダー返します。なんと逆にぶっ倒されましたね、ショルダー。さらり、おっと、エルボー効きません。ダークネス、ダークネスにエルボー効きません。さあ一撃です、一撃で返していく。ゴールデンダークネス、さあプロキングを守ってきたゴールデンダークネス。しかしダークネスは悪の道を選びました。波動者レオン、田中とともにプロキング悪役軍団モンスターハザードに加入しました。モンスターハザード加入後第一戦目です、このタイトルマッチ。おっと、やはりパワーはダークネスが上か。さっとダークネスが倒していきます。さあここでガウンを脱ぐ。さあダークネス、おっと変形のスターナーですね。ダークネスのゴールデンカッターっていう技ですね。さあ今はヘッドロックでそのまま頭を揺さぶっていきました。さあブーイングが飛びます。フィストドロップ、はあ、うるさい。おっと、ラリアット、ラリアット入れてきます。それだ、さあカニバサミで倒していく。パワーで切り返していきます。さあおっと馬乗りで殴っていく、反則です、反則です。さあ腕尻逆襲です、うまい切り返し方です。ブルー、さあブレイクします。さあブルーさんという声が飛びます。おっと強烈な張り手、ブルーさん、ネックブリカドロップ決まった、ネックブリカ決まりました。カウント返せるか、返せるか、返す、ツーカウント。カウントです。さあこの2人はプロキング結成時、いやその前からのずっと仲のいい2人でした。そしてプロキング結成時、俺たちでメインをやろうと約束をした、本当に高め合ってきたライバル2人でした。それが今こういう敵同士としてメインでベルトをかけています。裏切ったダークネス、そして裏切られたブルー、今の2人の心境はどんな感じなんでしょうか。試合時間5分経過、さあ濃密な5分が経過していきました。序盤からほぼダークネスペースです。さあタイガースープレックスの体勢です。さあそのまま寝かして、
サーフボードストレッチですね、これは。サーフボードストレッチです。絞り上げていきます、サーフボードストレッチ。さあ煽ります、ダークネス。おっと膝です、膝。さあこの体勢はブルーのダイビングギロチンドロップです。ダイビングのギロチンドロップ、さあ返す。さあブルーが担ぎ上げます。何を出す、おっとダークネスが切り返していった。あっとこれは痛い、頭に加えて足がラダーに直撃しましたね。さあ椅子を持ち出します。何をやる、何をやる。さあ腕を置いて踏みつぶしていった、えぐいですこれは。さあダークネス椅子を使います。あっとぶったたいていく、椅子を使った反則攻撃に出ました。さあ逆エビ固めの体勢です。さあ厳しい角度で取っていきます。逃げられるか、プッシュアップ逃げました。おっとラリアット、ダークネスのラリアット。さあ起き上がってきたときにもう一発ラリアットです。もう一発ラリアット、これはきつい。終盤でこのラリアットはきつい。さあ終始ダークネスの上から目線が続いています。さあブーイングが飛びます。おっとブルーが足を取った。さあインディアンデスロックもう一発引くか、違うこれはブルーロックです。ブルーロックダークネス、この技でダークネスからタップを奪った。試合もあります、タップを奪った試合がある。これで決めるか、ブルーロックで決めるか、決まってしまうか、ブルーロック。おっと逃げる。さあブルーロックが出ましたね。今回はブルーロックに加えブルーロック2という新技を編み出してきたと聞きました。そしてブルーロック2、おっとドロップキック、どんな技なんでしょうか。奥の手で最後まで残しておくのでしょうか。ブルー尾形ダークネスの猛攻を今はひたすら耐え続けています。フライングメイヤー、おっと今度はダークネスの何ですかね、これは リバースの三角締めっぽい形ですかね。リバース変形三角締め、試合時間10分経過といったところでしょうか。腕そして首を破壊していきます。さあダークネスがラリアット狙うところ捕まえてロック、またね、決まった、決まる返す。さあここではまだ決まりません。さあエルボー入れていく、ブルーを走る、おっとな、足を蹴っていけます。おっとこの体勢、これがこれがブルーロックか、ブルーロック2です。決まるか、決まるか、ダークです、このまま決め、おっと
波動車両です。波動車両が乱入してきた。やめてくれ。波動車両、なんてことをしてくれます。なんていうことをした。素晴らしい試合をぶち壊しました。やめてくれ、やめてくれ。膝を入れていきます。あっと、トラスキック顔面。さあ、ダークネス、ダークネスの仲間です。あっと、強烈なトラスキック。なんということをして試合をぶち壊しました。さあ、おっと、タカがブルオガトを助けに来た。タカがブルオガトを助けに来ました。さあ、タカ頑張れ。タカもっと耐えられる。頑張れタカ、頑張れ。ラリアントガース、ガースさん決まった。ガースさん、さあブルーオガトに助けに来ました。波動車を蹴散らしていく。本体の絆が感じられます。さあ決まるか、決まるか。ラリアント決まった。おっと、これは返す。頭を変える。ブルーオガト、おっと、ぶん殴っていく。ミスです。あっと、頭に鉄骨が頭に入りました。これは痛い。さあ返せるか。返してくれ、返してくれ、返す。よく返します。さあブルーはプロキングを背負っています。プロキングを守らなければいけません。さあブルーが起き上がる。ブルー最後の力を振り絞り、コーナーに膝を叩き込みます。しかしダークネスが膝を捕まえました。このままあっと、これは危険な体勢です。この体勢、あっと、そのままそのまま叩きつけていきました。さあ嫌な空気、嫌な空気が流れます。ダークレス、ブルーオガタ、ブルーオガタ、これは食らってはいけないぞ。避けてくれ。プロキングに再び悪夢が蘇ってしまう。さあブルーオガタ、ダークレスの必殺技です。食らってはいけない。世界が終わってしまう。避けろブルー、ブルー避けろ。あーっと、食らっちまった。返せ、返せ。あー、ベルトを移動してしまいました。ベルト移動です。なんということだ。ブルロック2の時点で波動車が乱入しなければあそこで試合が決まっていたかもしれません。最悪な、最悪な王者が誕生しました。さあプロキング新チャンピオンゴールデンダークネス。とブルーをどういうことでしょう、これは。いや、ブルーを振ります。さあ、かわしていく。ブルーの必殺技、ロックボトムだ。ロックボトムがやってしまった。さあ、ベルト、新王者です。第5代目王者、ゴールデンダークネスです。どうした、どうした。ああ、おっと、イエローマスクが来ました。セミファイナル、コウタロウ選手に勝ったイエローマスク。さあ、挑戦表明でしょうか。イエローマスクです。ああ、ダークネスの言葉を聞きましょう。おい、こんなもんか本体。
案外楽に取れて計算違いだったもんな。次イエローマスクだろ。絶対もうあいつには絶対取られないと思ってる。まずは一人ずつポンタを潰していく。さあ次回大会、ダークネス対イエローマスク指定対決です。ご期待ください。どうなるプロキング。